本日7時40分ごろ、北朝鮮から何らかの飛翔体が発射された。飛翔体は1分以上飛翔し、洋上に落下した。その後の情報収集の結果、当該飛翔体は北朝鮮が人工衛星と称するミサイルであることが確認された。なお、我が国領域内に落下したという情報は一切なく、また国民への被害も報告されてはいない。我が国を含む関係各国が北朝鮮に対し発射の自制を強く求めてきたにもかかわらず、今回北朝鮮が発射を強行したことは、我が国を含む地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為と言わざるを得ない。また今回の発射は、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も行わないことを北朝鮮に義務付けた国連安保理決議1874をはじめ、1695、1718といった類似の安保理決議に違反するものであり、日朝平壌宣言にも違反し、かつ2005年9月の6者会合共同声明の趣旨にも反するものである。さらに国際社会において見られていた北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた動きにも逆行するものである。以上の観点から、今回の発射は我が国として容認できるものではなく、北朝鮮に対して厳重に抗議し、遺憾の意を表明する。長官が初回の Mネットの文言が発出されたというのを把握されたのがいつで、また長官の時、その文言についてどのようにお感じになったかと。で、それを受けて第2回目以降の情報発信について、何らかの危機管理官に指示をされたというようなことはございますか。短い文言ですね。で、このこと自体が論理的に何かおかしいということは思いませんが、8時3分の時点では、もう少し何か言えることがあったのかなとはちょっと思います。ただ、全国に一斉に流すものですから、できるだけ短く的確にというのも必要な事項ではあったと思います。それら、今後、Mネットの使い方もやはり、それなりに検証していくということではあります。